戦場。あ、戻ってきました。はあ、初めてこの水没した廃墟が恋しいと思ったよ。前景はこんなんやったんか。今まで観察する余裕はなかったもんな。今の位置は前の入り口ではありません。違う扉から出たのでしょうか。よし、動いてくれ。これで観覧車を起動できそうだ。わ、ほんまに回った。これでセントフォンテーヌに戻れますね。しかし交渉の中のエネルギーはどうして消散したのでしょう。やっぱり接続でしょうか。ブローニェ隊長はもう知っとるけど、この二人はティミドとライルやろ。うち第三小隊のキャロル・ペッパー。強いだけやない、場を盛り上げることも得意なんよ。よろしゅうな。へえ、その自己紹介とても他人とは思えないな。きっと。ところでティミドもセーフレイヤーの生徒なん？会うたことないんやけど。おい、無視しないでよ。先輩は相変わらず真面目やな。こいつは昔からそうなんだよ。そうだキャロル、こいつの知られざる秘密を知りたくない？先輩の？聞きたい。なんや、先輩と知り合いやったの？はよ全部教えて。あなたたち、その辺にしてください。はあ、わかった。ブローニャ隊長はメイ隊長と同じやな。みんな先輩の味方ばっかするんや。ところで先輩、なんでうちをじっと見つめとるん？うん、純枕4号もうダメになってもうた。アテンマ城の中にいた時から破損してたんやと思う。全部あのデカブツのせいや。武器がないと戦闘には参加できません。かといって彼女を一人で基地に残すわけにもいきません。私たちの目的はセントフォンテーヌに戻ることですから。ありがとうブローニャ隊長。もしほんまに一人で基地に残されたら、うちきっと悲しむよ。ごめん先輩、アテンマ城でうちは隊長と先輩をうまく守られへんかった。先輩が。キャロル、きっと誤解してるよ。こいつそういう意味で言ってるんじゃないと思う。うんうん、キャロルさんがあの攻撃を止めてくれなかったら今私はきっと大怪我をしていると思いますし。それにほら、たくさん物資を持ってきてくれたじゃないか。どう見ても救いの神だよ。けど先輩はうちに会うてからずっと不安みたいで。全然。何か言ったらどうですか。しゃあないな、先輩みたいな真面目な人がたまにそういうこと口にしたらダメージが大きすぎる。うちの負けや。自分を責める必要はありません。ちゃんとできていますよ。あなたたちの努力があるからこそ第三小隊は全員生存できているんです。
仲間が生きていること自体が最大の幸勲です。それを誇りに思うべきです。プローニャ隊長、言いたいことは全部隊長に言われちゃったな。ずるいや。ブチと先輩だけやとどうにもならんよ。ブローネ隊長、ティミド、チャラオ、お礼は不要です。代わりに仕事をしてもらいます。さあ行きましょう、観覧車へ。チャージ完了。急ぎ。はい。はい。ふう。珍しくいい景色だね。観覧車は上に立つもんやなくて乗るもんやって思ったんはうちだけな。時間がありません。こうした方が最も効率的ですから。高い。隊長と一緒に観覧車に乗れると思ったのに。そうだ、向こうに着く前にみんなにある話をしておこうか。今行きます。ライル隊員、もう一度言いますが、その話は観覧車と何の関係もありません。ヒロインの名前もさっきと全然違いました。2回も聞いたん？同情するわ。そうや、ここや。ここがうちらが天魔城から逃げた後着地した場所や。けどやっぱりわからんわ。なんでここに着地したん？第三小隊は大橋の方から階段登っとったのに。 A が B とつながっているように見えて C につながっていた。そういう現象はもう何回もあったよね。1回目はアテンマ城から出た時、2回目はキャロル隊員がセントフォンテーヌから元の道を通ってフォースワンに行こうとした時、そして3回目はあの不気味な扉に異空間へと吸い寄せられた後、ここに戻った時です。あの扉、そして中の空間、一体何なんでしょう。アテンマ城にいた人、あの人たちの計画と関係があるのでしょうか。あくまで推測ですが、あの扉は人為的に作られた空間不一致なのではないでしょうか。つまりその扉は現実空間で一定の距離がある2つの場所を直接接続する通路みたいなものなのかな。けどセントフォンテーヌにそういう扉はなかったで。キャロル隊員、確かあなたはフォースワンに戻ろうとしている途中、謎の力によってあの異空間に吸い寄せられたんですよね。扉の前に行った私たちも同じでした。けどうちの時は扉なんてなかったで。セントフォンテーヌ側からフォースワンを観測することはできません。それにあれらの怪物の中に姿を隠せるタイプもいましたよね。同じステルス技術を扉に応用したということですか。それってセントフォンテーヌ中心部にもそういう扉が行さんあって、うちらが見えへんかっただけってこと。それはどうでしょう。中心部とフォースワンの間には必ずあると思います。もちろんこの仮説が成立することが前提ですが。もし隊長の推測が正しいなら怪物についても説明がつくね。ええ、もしこの仮説が成立するならこの問題の答えもわかります。フォースワンの怪物は一体どこから来たのでしょう。セ
セントフォンテーの中心部と同じで不明やないの？いえ、どこから補充されたのかということです。その通りです。あれらの怪物の源が何であれ、二つの正体は今までの十数時間で相当な数を倒したはずです。なのに敵の数は減るどころか種類が増えつつあります。まるで24時間製造可能な工場でもあるみたいだ。もし本当にそういう工場があるとしたら、相手はどうやって怪物を街に運んだんでしょう。扉の中の異空間を利用した可能性があると思いませんか？あ、あり得る。そしたら全部説明がつくんやな。さすがブローネ隊長、名探偵や。まだ推測に過ぎません。とにかく扉のことを心に留めておきましょう。あ、けど扉だけだとさすがに混乱しやすい。ちゃんとした名前をつけようよ。長すぎ、却下よ。一応メモしておきましょう。新しいプロジェクトで使えるかもしれません。群生をまたぐ扉という意味でしょうか。先輩はロマンチストなんですね。うん、わかりやすくてええな。ではひとまず正門にして、後で機会があったらまた調べましょう。今はセントフォンテーヌに戻ることが最優先です。待って、また怪物が出てきた。え？どうしたんですか、ライル。すごく変だ。この怪物たち、彫像？先輩はアラハトをプレイしたことは面白いですよ。この道は、間違って、これは、怪物の彫像じゃない。何かが怪物を石像にしたんです。情報に不明物体出現。みんな気をつけてくれ。あれは、
よくできました、ティミド、ライル。このライルの弾はどんな時でもみんなを守るよ。ティミド、チャラ男、二人とも強いな。あー、もうチューマクラさえ壊れへんかったらうちも仕返しできたのに。そいつがあなたを不当まで吹き飛ばしたんです。当時は怪我人を二人連れている状態だったのでなかなか厄介でした。しかし私たちも心象でしたね。この怪物はあの看護師の真似をした敵と同じく比較的圧迫感がすごかったし、油断したら石化されてしまうなんて、心臓が飛び出すほど緊張しました。でもこれで最後の障害が消えたということだね。ええ、行きましょう、セントフォンテーヌへ。こちらヘルメス02、特殊スタッフおよび補給品の輸送任務完了、これより帰還します。ありがとうございます、機長。いえいえ、まだ怪我は完治していませんので、どうか無理をなさらず。残念ですがそれは約束できません。今回は必ず任務を完遂しますから、私の全部をかけてでも。